今日はね、1月30日の木曜日です。で、今午後9時なんですけども、ついさっきまでね、株式のね、ページを開いてたんですよ。で、今まで私は日本株式とか、あと投資信託しか買ったことがなかったんですね。あとは、ロボアドバイザーのラクラップとか、とにかく国内の金融商品にしか、ちょっと手を出したことがなかったんですけれども、最近ね、海外の株にも興味が出てきてて、どうやって買い付けしたらいいのかなということだったんですけど、私が口座を持ってる証券会社だと、国内の証券会社でも、海外のね、株式を買える、いくつか買えるっていうことが分かったので、買おうかなと思ったんですけども、何しろ為替とかいう感覚が全くなかったので、ちょっと買いたいね、会社の株をね、発注しようと思ったら、買い付けとね、残高不足でした。いくら足りないかっていうとね、たった一口をね、買いたいがためになったんですけど、なんとね、23万円も足りなかったですね。全然ダメじゃんっていうことで、この時期が最適かどうかはわからないし、私株の才能があんまりちょっとないなって正直思ってはいるんですけど、タイミング的に悪くはないんじゃないかなっていう気もしてるので、どっかね、口座からね、空いてるお金がね、あればかき集めて、ちょっとね、帳尻合わせてね、一口でもいいから保有してみたいなって今日思いました。以上です。